こんにちは、ミーヨの阿部です。今日は強いキックの蹴り方をロベルト・カルロス選手を参考にちょっと見ていきたいと思います。この間小学生のね、ストライカー塾でロベルト・カルロスをしてた小学校6年、小学生10人ぐらいいて1人だけ知ってましたけど、ロベルト・カルロスといってブラジルのサイドバックの、攻撃的なサイドバックの選手です。では見ていきましょう。はい、じゃあ今見てもらいましたけど、まあ、よくね、阪南大の須田監督が言ってましたけど、骨盤を外すっていうね、この、まあ、右足と左足があったら、右足で蹴った後、蹴り足でジャンプしてそのまま蹴り足で着地する、地面に。まあ、僕らがね、小学生ぐらいの時に強いボールを蹴ろうと思ったら、蹴るって習ったのは、まあね、手を大きく使って手を振りかぶって戻す、あとは骨盤から膝まで、膝から下までをムチのようにね、ムチのようにしなるように蹴るとか、ね、あとはボールに対してしっかり左足を置くために、最初は足踏みをしながら、であとはちょっとずつ歩幅を大きくしてって、最後の一歩だけ大きく蹴る、ね、大きくして手を大きく使って、で体をムチのように、体というか骨盤から膝まで、膝から下までをムチのようにしなるように蹴る。あとは、まあ、当たる部分をね、硬くしてあげるためにスパイクの中でね、指をちょっと曲げてあげる、ね、そういう蹴り方を習ってましたけど、まあ、実際ね、まあ、須田監督の言うように、ね、ブラジルの選手が蹴るときはこうやって蹴り足、まあ、これ左足で蹴りますけど、蹴った後ジャンプするようにして左足から着地する。蹴った後ジャンプして、そのままこの左足で着地する。左足で蹴って骨盤をひねってジャンプするような感じで、そのまま蹴り足で着地する。骨盤を外してそのまま、こうやってね、まあ、ストライカー塾にね、来てもらってる小学生よくわかると思うんですけど、まあ、体が柔らかいうちにね、小学生とか特に、まあ、ちょっと教えただけでもね、すごく強いキックを蹴るようになるので、まあ、もしテレビの前のあなたが小学生、ね、中高学年とかね、そのぐらい中学校1年生とかだったら、まあ、一度ね、試してキック、こうやって蹴り足でジャンプして、ね、蹴った足で着地するように、ね、ボールを蹴ってみれば、ね、ボールも浮かないし強いボールがいくんで、ね、ぜひ試してみてください。今日もありがとうございました。